機関車、トーマス魔法の線路。機関車、トーマス魔法の線路。魔法の線路は2000年に公開された機関車、トーマスの長編シリーズ第一作目の作品。テレビシリーズ、機関車、トーマスの成功で同番組のプロデューサー、ブリット・オールクロフトは人気に乗じてハリウッドに進出し、生身のハリウッドスターと機関車たちが共演する劇長編映画として制作。 公開したのが本作である。本作制作当時にテレビシリーズの米国版にて、ナレーターを務めていたアレック・ボールドウィンを主演に、起用したほか、ピーター・ホンダや、マチルダに主演したマーラ・ウィルソンなど著名俳優を、起用した。テレビシリーズとは異なり、トーマスたちが働くドー島と人々が暮らす世界には、隔たりがあり、本作はその二つの世界を結ぶ、魔法の線路を軸に、 物語が展開される。機関車、トーマスの作品としては、初めて異世界設定が取られたが、この設定に対する違和感などから、本作は工業的に失敗という結果に終わり、ソドウ島ともう一つの世界という設定、世界観は以降のテレビシリーズ及び自長編作以降使われることはなかった。ただし、2009年頃に本作と世界観が類似した機関車、 トーマスの実写映画制作計画が発表されたが、事実上制作は中止となったと考えられている。詳細は、機関車、トーマスシーズン前制作誌関連作品を参照。トップハムハット卿がしばらく、蘇堂島を離れることになり、もう一つの世界である、マッフルマウンテンという場所にある、シャイニングタイムステーションに勤める、車掌ミスターコンダクター代理として、島へ来ることになった。 トーマスたち蒸気機関車は彼を歓迎するものの、凶悪なディーゼル10もソドウ島に帰ってきていた。彼はバーネットが所有する魔法の線路を走る伝説の蒸気機関車レディを痛めつけた過去があり、ソドウ島の機関車たちに恐れられていた。誰もが怯える中でディーゼル10を抑えられるのはミスター・コンダクターだけだったが、ソドウ島とシャイニングタイムを行き来するのに必要な魔法の粉が底をつき、 窮地を迎えてしまう。魔法が消えたことで、シャイニングタイムとソドウ島が破滅的な状況になることを恐れるミスター・コンダクターは魔法の粉を探し回るが、いとこのジュニアを呼ぶのが精一杯であった。しかし、マッフルマウンテンのバーネットの家に来ていた孫娘のリリーがジュニアと共にソドウ島へ来たことで状況が変わり始める。1980年代後半、 ブリッド・オール・クロフトは、機関車、トーマスの米国進出を目論み、ビジネスの拡大と同時に、米国において、機関車トーマスを放映するための枠を獲得する、狙いとして小向け番組、シャイニング・タイム・ステーションを、PBS 向けに企画、制作した。同番組は1989年に放映が、開始されると、ゼミニ賞を獲得するなど高い評価や人気を得ることに、 成功し、1994年に、ブリッドは、シャイニングタイムステーションと、機関車トーマスを主体とした、劇場映画作品の制作を格作する。その後ブリッドは、パラマウント映画の副会長であったバリー・ロンドンと、タックを組み、本作の制作が開始された。テレビシリーズの撮影でも使用される、イギリスの撮影所、シェパートン・スタジオ及び、 米国で撮影を行うことを前提に制作計画が進み、1996年頃にブリッドが脚本を書き上げ、公開時期は1997年と発表された。ところがその後バリーがパラマウント社を退職したことで本作の計画は棚上げとなる。1998年にブリットは万島映画委員会が万島での映画撮影者に対し税制優遇制度を 儲けていることを知り、同時にバリーがデスティネーションフィルムズの会長に就任したことから、デスティーション社が本作の幹事制作会社となり、計画が再始動した。俳優を使用したロケシーンは、トロント、オンタリオ州、ペンシルベニア州とイギリスのマンシマで、機関車キャラクターなどの模型シーンはカナダで撮影が行われた。 模型の機関車に乗車する俳優を撮影する際は、クロマキーが使用され、デジタル合成により映像が制作された。本作の舞台の一つである、シャイニングタイムステーションは、満刀のを改装したものでった。視覚効果は、スター・ウォーズエピソード後、帝国の逆襲等にも関わったビル・ニールが手掛け、出演俳優の衣装デザインは、ルイス・エム・セキュエラが手掛けた。当初、 マーラ・ウィールソン演じるリリーが自身の子供にかつて経験した魔法の線路と喋る機関車の物語を語り聞かせるという演出が検討されていたためナレーターはリリーという計画であったが最終的に本作のナレーターにはアレック・ボールドウィン演じるミスター・コンダクターが起用された当時の言語版テレビシリーズはナレーターの一人芝居語りで 物語が進む演出が取られていたが、本作では日本語版と同様に各キャラクターに個々の声優を起用することとなった。グリッドがロケ中に出会った満党のタクシードライバーをトーマス役にテレビシリーズのナレーターを務めていたマイケル・アンジェリスをジェームス及びパーシー役に起用したが、ロサンゼルスでの試写会においてキャラクターに対して声が吹けていると批判が上がり、最終的に トーマス役には、カナダ人俳優のエドワード・グレン、ジェームス役には、女優のスーザン・ローマン、パーシー役には、声優のが起用された。トーマス役のオーディションは、ユアン・マクレーガーや、ボブ・ホスキンスも受けていた。本作は、死者上映時に鑑賞者から、複数の否定的な意見が上がった。それを受けて、映像を再構成し、脚本を修正したものが、劇場公開され、死者版と内容が、 大幅に異なることとなった。また、プリプロダクション時点で登場予定だったが本編では登場しなかったキャラクターも複数存在する。劇場公開前の試写用バージョンには人間側の悪役で重要なキャラクター、P、T ・ブーマー、N、ダグレノックスが存在したが、幼児干渉者が怖がったことやストーリーが子供向けでなくな等の批判から、 劇場公開版では登場シーンをすべて削除し、キャラクター自体の存在がなかったことにされ、計画されていたフィギュアの発売も中止された。ただし、顔が認識できないような遠くに映るカットなど一部、登場シーンは削除されず本編で使用されており、一部の書籍で削除された登場シーンを確認することもできる。また、日本で劇場公開前に制作された予告映像や、 米国での劇場用予告編には削除されたシーンが一部含まれていた。削除シーンにはストーリー上重要な場面も含まれていたため、公開された本編にはストーリーとして不整合な点が多く、それらの矛盾は本作が否定的な評価を受ける原因の一つとなった。当初、テレビシリーズに登場していたスチームローラーのジョージも悪役として、また同じく テレビシリーズに登場していたクレーンのクランキーも本作に登場する予定だったが絵コンテに描かれたのみで実際の登場シーンは撮影されなかったまた未公開シーンとしてジュニアがミスター・コンダクターとの電話終了後横にあるサンデーを食べようとするも小さくて飲めずにサンデーが体中にこぼれてしまうサンデーサプライズがある英米版は DVD に収録日本語版未公開 削除シーンを含めると、当初の本編映像は約110分あったという。その他、表現の試みとして、本作では 3DCG 技術を用いて、トーマスたちの口を動かし、リップシンクさせることも検討されていた。本作の舞台シャイニングタイムステーションや、妖精の車掌ミスター・コンダクターといった設定、世界観は、戦術の米国の番組、 シャイニングタイムステーションから流用したものだった同番組の放映実績がなかった英国では視聴者がその設定を受け入れることが難しくまた俳優が出演するロケシーンと模型のシーンとのつながりの違和感や難解なストーリーなどに批判が上がその結果イギリスアメリカでは工業的失敗となり本作の監督、脚本、プロデューサーの三役を務めたブリッドは失敗の 責任を負う形で、ブリッド・オールクロフト社社長を辞任した。ブリッドは社長を辞任後、社名をガレイン社に改め、先々の資金繰りを考慮しての身売りが格策された。何社かが候補に上がったが、最終的に2002年に、アメリカ・イギリスの多国籍総合エンターイメント会社のヒットエンターテインメント社に買収され、その参加になった。ブリッは、クリエイティブコンサルタントとして、 ヒット者に残留するが、テレビシリーズ第6シリーズ制作終了後の2003年に退職した。英米版で各キャラクターに声優を割り当てる試みも、以降のテレビシリーズでは受け継がれず、2009年のフル CG アニメーション化までは、ナレーターの数と語り方式が続いた。2000年7月14日にイギリスとアイルランドで、2000年7月26日に、 米国とカナダで劇場公開された。また、2000年12月14日にオーストラリアで2001年4月7日にニュージーランドでもリリースれた。全世界での興行収入は1970万ドル。英国の2週目時点での収入は17万ポンドであった。日本ではギャガヒューマックス等の共同配給で2000年秋に東方洋画系で上映された。制作は 富士クリエイティブコーポレーションと東北新社。主要スタッフのみ、富士テレビ系で放送されていた時点でのスタッフが起用されており、演出には、菅野厚夫、脚本、翻訳には、笹本太子と栗原富子が起用されている。キャストもすべて同様であった。長編次回作では、日本語版制作会社の変更に伴い声優が変更されたため、本作は、 戸田恵子をはじめとするフジテレビ制作時代の旧生友人が起用された唯一の長編品である。日本では英米と異なり公開期間を伸ばすほど好評であった。その後、NHK や CS 放送で何度かテレビ放送された。その際の吹き替え音声も各テレビ局ごとに吹き替えが新たに制作される子はなく劇場用音源が流用された。 またカートゥーンネットワークでは当初4、3のスタンダードサイズでの放映であったが2014年4月26日の放送ではワイドスクリーンサイズでの放映に変更された。本作のメイキング映像は英米、日本のいずれの国の DVD にも収録されていないがドイツ版の DVD には約11分のメイキング映像が収録されている。また、 上記とは異なる1分半強のメイキング映像が APRC 部によって公開された。ソドウ鉄道所属のハット卿のレギュラー機関車は大半が登場するが、エドワードが未登場。トップハムハット卿は本人が登場せず、背景の壁に飾られているイラストと電話の向こうに出るという演出、声のみの登場で、話している内容は聞き取れないだけである。なお、 本作ではトーマスをはじめとする機関車には機関士が載っていない。蒸気キャラクターのうちテレビシリーズにも登場するキャラクターについては機関車、トーマス、記者の絵本の登場キャラクターを参照。劇場版では専用曲が新たに制作された。作曲はハミーマン。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。